ベンチプレスを習って僕のベンチプレスの目標である140キロに挑戦していこうかなと思っております。はい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 、あーなるほど、はい、この動きこの動き、はい、こんにちは皆さん、くずまるです。ってことでね、今日動画撮っていきたいんですけど、本日はですねこちらゼクサージムというジムにお邪魔して、動画を撮っております。でですね、今日はなんと超大物 YouTuber とコラボさせていただくことになりました。それではね、もったいぶってもあれなんで早速紹介していきたいと思います。パワーチューブの皆さんです。よろしくお願いします。ジューク一生ハンコフ、こんにちは、パチューブです。ウッシーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大物 YouTuber です。いや、そんなじゃない。そんなですよ。いや、超大物 YouTuber。 いや、申し訳ない。なんか昔から僕ずっと見てて、はい、おはようございます。すごい勉強にさせてもらっています。おはようございます。で、パワーチューブ、皆さんご存知だと思うんですけど、パワーリフティング の、はい、魅力を、発信しているチャンネルとなっております。はい、私、くずまるも、先ほど言ったんですけど、パワーチューブさんの、動画を昔から見て勉強にさせてもらって、ありがとうございます。僕も見てます。いや、本当ですか。いや、なんかおこがましい。直さんによくおすすめしてます。本当にくずまんさん、いやいやいや、くずまんさん参考にショート撮ってくださいってLINE来たんで。あ、そうなんですか。はい、これからくずまんさんめちゃくちゃ伸びるぞ。いや、なんか恥ずかしいです。いや、本当です。ありがとうございます。はい、伸びてもコラボしてください。あ、もちろん。よろしくお願いします。ってことで、ウッシーさんが世界3位の実力ということで、パワーリフティングの世界大会3位、クスリー何キロ上げるんでしたっけ。66キロ級で 712.5キロ という記録なんですけど、ちょっとよくわかんないですよね。スクワット240、ベンチ 172.5、デッドが300っていう記録です。えぐいっすね。軽自動車とかならデッドリフトで上げれるんじゃないですか。まあ、そうですね、300なんで、はい、ちょうどそれぐらい上げそうですよね。はい、では僕自身フィジック選手として、大会に出ているんですけど、僕の昔からの課題で胸が実は結構弱くって、去年からベンチプレスを伸ばすことで胸の肥大につながるんじゃないかということを考えて、ベンチプレス結構本気で取り組んではいるんですけど、ちょっとなかなか伸び悩んでいてですね。なので本日はこの世界3位のウッシーさんにベンチプレスを習って、僕のベンチプレスの目標である140キロに挑戦していこうかなと思っております。3ヶ月でいきましょう。3ヶ月。はい、ってことで、はいはい、本日はウッシーさんにベンチプレスを習って目標の140キロを頑張って上げていきたいと思います。お願いします。それでは本日よろしくお願いします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まずベンチ台に寝転がる前にですね、はい、ちょっとやってほしいことっていうのがあって、はいはい、この胸の動きを、胸の動き、はい、出せるようになる。まあ、すでに結構いい感じで出せてるんですけど、はい、なんかベンチやる前にウォーミングアップっていうのは何をやられるとかあります？ウォーミングアップ、基本なんかこう壁とかに、はいはいはい、手を当てて、大事、はい、本当ですか。あ、そうです。こう伸ばしたり、はいはい、伸ばしたり、はいはいはい、した後にベンチ寝転がって、はい、あ、めっちゃ大事です。あ、本当ですか。はい、僕大きく分けて、まあその胸をしっかり伸ばすっていうのと、あとはこの胸の胸椎の可動域を出すっていうところをすごくこだわってるんですけど、はい、胸椎、はい、はい、まあっていうことでですね、はい、この勃興を用いたウォーミングアップっていうのを最初紹介させてください。はい、はい、お願いします。このようにですね、はい、分けて、こういう動き変態じゃないですよ、これ。結構なんか街中でやったら捕まりそうな動き、はい、この瞬間、このこのまあ反った瞬間ですよね。この瞬間になるべく、まあ腰もまあ多少反らさるんですけど、はいはいはい、胸の動きをこう出すようなイメージ、胸の動きでこのこの動きでこの棒を操るようなイメージ。胸の動き、そう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 、張る、うまい。あ、本当ですか。うまい、張る動き。そうです、まあ、すでにうまい、すでにうまいです、はいはいはい、ここの、はい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 、あー、なるほど、はい、この動き、この動き、なるほど、この動きを、この動きを棒を持ちながらやるみたいな、すごいやりました。なるほど、もう一回、もう一回、もう一回、いきますよ。はい、せーの、はい、はい、この胸で、胸で、はい、胸で、はい、胸で、1、2、1、はい、胸、1、2、1、はい、1、2、1、はい、オッケーです。なるほど、そんな感じです、そんな感じです。わかりました、はい、この動きっていうのがベンチをやりながらでもなるほど、はい、要は、はいはいはい、バーを下ろす時っていうのはこの動きが入るんですよ。こっちの上げるんですね。そう、この動きが入る。胸を、そう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 、へえ、そうなんだ。なんかベンチ、うん、結構
下ろして上げるだけっていう感覚だったんですけど、多分すでにくずまさんは結構この胸椎の伸展がある程度出せるその体のコンディションを持ってるんで、それでも胸に入ると思います。ただやっぱりこの動きを、このなんていうんだ、この体幹の動きっていうのを意図的に出せた方がやっぱり胸使えます、はい、なるほど。より、はいはい、なんか三頭を使うっていうか、はい、より胸にフォーカスしたベンチプレスになるんで、これマジでおすすめです。はい、胸を上げる感じなんですか。そうです、そうです。なんかこれはそのストレッチ的な、動的ストレッチ的な意味合いもあるんですけど、はいはい、自分のここの部分をコントロールをうまくするみたいな、その技術練習も兼ねてます。練習、はい、ボッコなくてもこういうのでもいいんですけど。ああ、なるほど、はい、まあ、僕ボッコあった方が好きで、はいはいはい、なんでちょっとこれ続けていただければなと。わかりました。ちなみにボッコない人とかは自分の手だけで、はい、そうですね、手だけでこうこれを組んでこうやる。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっともう一個だけ言っていいですか、はい、ちょっとウォーミングアップ長くなって申し訳ないですけど、あ、全然カットしてもいいんで、はい、普通にあの教えたいっていうその心で、はいはいはい、ここで、はい、この角ありますよね、ベンチ台のシートの角、はいはい、シートの角に背中の上当てて、ああ、はい、なるほどなるほど。これそう、これっていうのはそのまあもう物理的にここが支点なんですよね、背中の曲がるということで、よりこう胸がいい感じにこう反らさるというか、はい、なるほど。ちょっとやってみてほしい。後ろシート手で使います、はい、そうです、使います。で持って、はい、力抜いて、そう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 、そう、ここが下になるじゃないですか、はいはいはい、ここが下になってこの胸の骨がこう、あ、なんか折れるじゃないですか、はい、はい、反らされます、反らされますよね、反らされます、反ります、ね、そうですそうです。ほんでもって、はい、まあ、この胸の骨ってこうなんか12個あるわけなんで、こうちょっと位置をずらしながら、はいはいはい、はい、ちょっとこうこっちにしてみたり、はいはいはい、そう、もうちょっと上で、ただ腰までいかないぐらいで調整しながら、はいはい、なるほど、胸の折っていく、はいはい、折っていく、まあそう、僕はもう折るっていう表現をするんですけど、はい、お尻をこう下げて、そう、下げて下げて、そう、いやでもね、すでにやばい、やばいです。あ、本当ですか、はい、で、うん、で、ずらしながら、そう、ずらしながら、ずらして、はい、そう、そうそうそう、折っていく、そう、なるほど、そう、なんかすごいこう、伸びてる感じが、そうです、気持ちくないですか、気持ちいいです、あ、OK です、OK、その感覚があるのは OK、 へー、これがね、気持ちいいじゃなくて痛いってなる人は、はい、コンディションが悪すぎる。そうなんですか。でも気持ちいいってなるんだったらかなりもう、あ、よかった、はい、もうコンディションいい、はい、ベンチをやる体できてます。あ、はい、よかった、いい感じです。 OK、 ちょっとそれやった後もう一回これやってもらっていいですか。はいはい、どうですか、いきます、はい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 、この胸で、胸で、はいはい、ちょっと膝曲げる、膝曲げる、あ、OK です、はい、そう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 、はい、胸の動きで、胸の、胸の動きで、コントロール、胸の動きでコントロール、はい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 、オッケー、いい感じです、いい感じです、ありがとうございます。わかりました。くずまさん、はい、ベンチの素振り知ってます？ベンチに素振りなんてあるんですか？はい、ベンチ、野球だったら、はい、ありますね、はい、素振り、素振りある、ベンチの素振り、はいはい、え、オードリーですか？カスカスダンス、カスカスダンス、はい、これがベンチの素振りです。へ、そうですそうです、そう、親指を内側にこう入れながら、はい、さっきのこの動き、そう、なるほどなるほど、そう、これです、これです、親指を入れながら、はい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 、なるほど。じゃあこれを暇な時とかに、あ、そうです、仕事中の休憩時間とか、そう、休憩時間とか、ああ、なるほど、はい、これも結構重量上がる、これベンチの素振りなんで、ガチで、あ、わかりました、試しに休憩で、ここにこうバーがついてこう下がってくるだけなんで、なるほど、あ、そうです、そうです、ああ、もうなんか感覚がこう結構、あ、そうです、そうです、分かってきました、あ、いい感じですね、わかりました、ちょっと休憩中とかにお願いします、やってみます、はい、動かせて体も温まってきたと思います、はい、早速ベンチ行きましょう、ベンチ行きましょう、お願いします、はい、お願いします。すごい、でもこれやるだけでなんか結構、あ、そうです、そうです、動きやすいですね、はい、もう正直あとはもういつもやってる感じにこの動きをその初動で加えながらバーを下げていくっていうのをちょっと意識して最初やってみてほしい、もう、わかりました、はい、初動で、そうです、そうです、そう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 、もうなんかそれだけで結構違うはずなんですよ、初動で、はい、このタイミングですか、ラックアップして下ろしながらこうっていう感じがいいかもしれないです、はい、あ、わかりました、そうです、で、さっきの動きですか、はい、下ろしながら、下ろしながら、いいですよ、そうそうそう、ここでこう、よし、そうそうそう、はい、戻し、そう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 、はい、こっちでこう、そう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 、はい、OK、
OK で胸が下ろしながらこううんーってこうなんか立っていく感じイメージつきます、はい、それちょっと難しいですよね。そうですね、それをちょっと意識づけするにはちょっとこう、はい、足でなんか押さえてあげるみたいなイメージ、まあ、押すっていう感覚の人も結構いるんですけど、はいはい、下ろしながらこの動き出していきたいんで、はいはい、そこをちょっとこっちで押さえてあげるみたいなイメージ、押さえる、そう、ここを支えてあげる、ここの胸の立ち、胸の立ちを支えてあげる、そうです、ちょっとやってみます、はい、胸の立ちを、そう、足でちょっとこう支えてあげるみたいな、そうそう、こんな感じです、あ、いい感じです、ね、あいい感じです、分かる、はい、そうそう、ここで支えてあげる、あ、ちょっと分かるか、そう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 、あ、分かるかもしれない、 OKOKOK OK できてますか、はい、いい感じですね、ここの動きが最初出てるんで、はい、ただ、これ難しいのが、はいはい、ボトムに行くにつれて、はい、やっぱこう、力が抜けるポジションが出てきちゃう可能性があるっていうところで重くなってきたら、それっていうのは、はい、重さに負けて胸がこう潰れちゃうんですよ、せっかくこう、はいはいはい、最初こう来てたのが重さに負けてこうなっちゃう、あ、はいはいはい、で、重い、なるほど、じゃあ常にここはそうしっかりこう伸ばしたまま、ここのポジションはキープしておく、キープした上で、はいはい、この機械のようにこう、なるほど、キープしといて、はい、さっきの動きをさらにやるっていう、そうです、そんな感じです、そんな感じです、わかりました、はい、ちょっと重さ乗っけてやってみましょう、わかりました、あとはちょっと足のポジションも、はい、ここをなんか押さえやすいポジションどこなのかみたいなちょっと探ってあげるのがあるんですよ、 あんまり足って詰めすぎると腰がどんどんこうなっていくわけなんで、詰めるにつれて腰の負担が増えてくるんで、結構あんまりガチガチのパワーリフターでブリッジガチガチ組みたいとかそういうのがなければ、ちょっとこう流し気味、ちょっと膝下か膝下、まあこれが今膝下ぐらいなんですけど、これぐらいの人が結構多かったりします、それからちょっともうちょっと気持ちここから足が流すかこれぐらいにするかとか、はいはい、まあちょっと調整しながら、これっていうのは結構その感覚大事にしてほしいんで、まああくまでここのポジションをいい感じでこうキープできる、キープできる足のポジションをこっちで支えてあげるみたいなイメージ、あ、分かりました、人それぞれっていう、人それぞれです、じゃあちょっとここでやってみます、はい、そうです、ここの柔軟性とかもまた大事になってくるんで、あ、はい、深いです、頑張って、抑えながら、はい、こっちの動きでバーをコントロール、あ、上げる、そう、こっちの動きでコントロール、胸を沈めないように、そう足で支えながら胸を沈めないでバーを押す、そうです、ラスト、もう一応胸を沈めないでバーを押す、 OK、 なんか胸にすごい入りやすい感覚がすごいです、はいはい、なんか前までだったら肩が若干詰まっちゃうというか、はい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 、っていうなんか感覚がこう60キロとかのアップの時点でもあったんですけど、なんか全くなかったです、なんか胸にダイレクト、そうですね、多分おそらくその肩が詰まっちゃう感覚っていうのは、はい、ボトムに行くにつれてちょっとこう胸がこう、あー、なるほど、なるほど、はい、じゃあもう胸をとにかく、うん、結構ボディメイク界でよく言われる胸までベンチはつけないでやるみたいな人いると思うんですけど、はいはい、あながち間違っていなくて、はいはい、それっていうのは多分胸まで無理してつけようとするとこうなっちゃってベンチ、こういうベンチやっちゃって、結局押すときはもうこのポジションになってるんで、すごい肩使って押してる、なるほどなるほど、はい、だからそこまでいかないポジションで自分の可動域、はい、ここの持ちポジションがキープできる中で押す、はいはい、っていう意味では胸までつけないっていうのも一つその人のやり方としては正解なのかな、なるほど、ただまあ僕らとしてはやっぱりこっちの動きを出すようになって胸までつけても胸にダイレクトに入ってるベンチ、はいはいはい、っていうのをやっぱりできるようになってほしいんで、僕はこのやり方をおすすめするっていう感じです、あ、なるほど、はい、こっちの動き、そうそうそう、沈めない沈めない1、そう、はい、こっちの動き沈めない2、足で支えながら3、はいよ、4、そう、ラスト、足で沈めない沈めない、 OK、 ナイス、全然肩の詰まりが全然違います、はい、本当にそうですね、痛みが全然なくて胸にすっごい負荷が、はい、80キロでこんなに負荷が入るんだっていう感覚です、はい、本当に、なんか僕、その今日教えて今日重量が伸びるかって言ったら伸びないんですけど、はいはい、痛みがない、はいはいはい、肩が痛めそうじゃないなっていう、はいはい、このベンチを体感してもらうことは今日できるんで、なるほど、速攻、はい、はい、やっぱりその、はい、強くなるベンチの重量を上げるためにはやっぱベンチプレスを続けなきゃいけないんで、はいはいはい、肩が痛くなってベンチできなくなったってなったらもうそれ重量はまあもちろん伸びないんで、確かに確かに、でまあ大会の種目でやっても、はい、やっぱりこう重さっていうのは扱ってない
ないとやっぱ胸はなかなか肥大しにくいと思うので、しっかりベンチを健康的に続けていけるそのフォームっていうのを今日は習得していただきたかったです。すごい胸がやっぱりこんな立つってぐらい、すごい美しいですね。あ、すごい、すごい美しすぎますね。これが世界3位。はい、まあ、全然ベンチは2位です、種目別。そうなんですか。ありがとうございます。世界2位でした、ベンチ。そんな方に僕教えてもらったのです。いやいや、ありがとうございます。はい、でも本当にベンチのフォーム自体はすごいもうなんか整ってるというか、あ、本当ですか。はい、もうなんか基礎的な部分はもうできてらっしゃると思うんで、はい、あとはその痛みのない中でいかに続けられるかっていうところだと思うので、ちょっと今日、はい、あの教えたことを参考にしていただければなと思います。わ、はい、かりました。ということで本日牛さんにベンチプレス教えていただきました。胸椎、はい、胸椎を上げるんですか。はい、そうですね、まあ、胸椎をこう立てるっていうニュアンスですね。はい、じゃ立てる、そうです、まず練習をして、そうです、そうです、そうです。で肩の怪我とかしないように、はい、まあ、長く続けていくことが、まあ、ベンチを伸ばすコツというか。その通りです。なるほど、はい、分かりました。ということで今日の教わったことを参考にして、ベンチプレス140キロ時期に上げることができるように挑戦していきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ということで次回の動画で会いましょう。バイバイ。一旦カメラ持たせてください。はい、はい、あ、私持ちますわ。あ、いいですか。私が持って指導したら、 あ、そうです。もう早くそれをやってほしかった。だから今日ボッコとかさ、ソラサルとかさ、あの北海道弁ばっかり使ってる。ソラサルもそうか。そうそうそう。